ここだけゴールドの時系列がレッドの後の世界線に対する読者の反応集。だがお前には救えなかったじゃないか。トルフィーにネチネチ粘着するテゾーロおじさん。あまり湿ってなかったゴールドが少しだけ湿りそう。仲良くやれよ、大切な人を守れなかった者同士。語り合うこともあるだろうに。拳で語り合え。戦力差がどうこうは置いておいて、この場合ルフィを拘束しそうだな。というかこの場合、エースと歌を救えなかったことをネチネチ言ってメンタルダメージ与えてきそう。せっかくだし良いことを教えてやろう。ジャルロス星をエレジアに焚き付けたのはこの私だ。ジャルロス星がボコボコにされてるの見てゲラゲラ笑ってそう。ついでにドン引きしてるはべらせてる女たちには笑えよ。ってパワハラする。実際テゾーロからすれば天竜人がボコボコにされるのなんて最高の賞だし。最悪天竜人に買われても金の力で奪ってあの時の意趣返しをしてやろうとしてたとか考えると、めちゃくちゃゾワゾワするなこいつ。これが神の姿、いや、これが俺の新時代だ、麦わら。このままじゃテゾーロが変な仲間意識覚えて慣れ慣れしくしてくるクソキモおじさんになっちゃう。何が欲しい？金か？宝か？そうだ、歌うたのになんか。何もいらねえって言ってんだろ。自分も昔歌手を志していた、の自分語り合ってほしい。互いに自分の大切な女性、女の子、の心は救えたけど、命を救えなかった男たちだ。湿度が違う。でもテゾーロは歌のことを高く評価してそうだし、もし自分の部下が彼女のことを悪く言った際にはノータイムで殺しそう。ははははは。あの歌姫バカみたいですよね。何が歌で新時代を作るだよ。笑えますよ。天竜人に逆らうぐらいのおつむだから仕方ないか。それはそうとテゾーロさん、まるで天竜人みたいな権力持ってますよね。奴隷の女とか買ったりしたらどうですか。その女を買おうとする男の前で笑い飛ばしながら、あはははは、は、失礼、ウジ虫が騒いでいたようなので潰しておいた。なんならレッド前に歌と交流してて新時代計画を話した同士だったとかでもいいな。歌の歌にステラの歌と被るものを覚えて声をかけて、から始まる理不尽によって世界ランク、ステラを壊されたものと、理不尽によって世界、日常を壊してしまったものの交流会、本当の最下層を知るテゾーロは歌の計画の破綻、本当に救われるべきものには歌すら届かないことに気づくも歌の絶望を察して何も言わず背を押すんだ。テゾーロのことだから、歌の姿によく寄せた黄金の像にハグさせるような形でルフィを捉えたりする。なあ、麦わら、お前も俺と一緒さ。そうやってもたもたしてるうちに何もかも失っちまうのさ。あの時のようにな。実際映画序盤で状況の深刻さ理解してなくて、もたもたしてた結果タイムリミット過ぎた、とっと無事か討伐目標時間オーバー、からね。最終的にニカという本物の神の姿を見せつけられることによって、太陽と黄金っていう、全く別種の輝きを放つものの対比が生まれるんだね。俺は不当な視聴者、せっかくだからコラボしようよ、ってステージに引っ張り出されるテゾーロが見たいし、もっと言えば天竜人に買われそうになる歌を笑うつもりがとっさにかばってしまうテゾーロが見たい。実際、ベストではないけどベターな回答なんだよね。テゾーロが歌を買うの、歌に大物の後ろ盾を得て、世界中とはいかないけど多くの人に歌を届けられるし、テゾーロは、こいつはステラじゃないけど歌が好きな女を天竜人から守れた、というほんのわずかな救いを得られるから。お前は俺のステラ、星なのだから、犯罪臭プンプンするわ。映画のラストで善意で守ってたのが判明するやつ。これルフィが勝っても大切なものを守れなかった事実は消えないから、両方虚しい決着になるのでは。プリンセス、歌があんな形で大衆に消費されてしまったのは本当に残念だったよ。私なら彼女を100億ベリー、いや、200億ベリーの価値があるスターにできた、とか言うし新時代の TD をお気に入りの曲にしてるしなんなら自分もカバーで歌ってるよこのテゾーロ。歌で誰かが救えるものか。じゃあ私は歌以外でどうやって誰かを救えばいいの？って戦い合うテゾーロと歌が見たいのはスレチだろうか。黄泉の国でステラと歌が二人を見て泣いてる。歌は一人ぼっちで歌ワールドにいるとかいう概念は禁句で。お互いがやめてやめてって言ってそう。下手すると、なんで救えなかった。どっかの若造とは違って、お前なら力ずくで、と本心をぶっちゃけそう。ガチでルフィとテゾーロ、お互いがお互いを傷つけ合うだけで何も得るものがない決着になりそうだな。テゾーロがバレット並みのフィジカルしてて、ノーガードの殴り合いという名のルフィとお互い弱音を吐きながら八つ当たりし合う概念。
一方的な八つ当たりなのは自覚してるが、ルフィが歌を救えなかったことにテゾーロは何よりも失望してそう。なんであの時に、俺船に帰って寝るよ、などと言って彼女に背を向けた。なぜもっと早く彼女の能力のことを思い出さなかった。なんでロッキーポート事件の英雄から計画を聞かされるまであんなにのんきにしてたんだ麦わら。どうした麦わら、笑えよ。だってお前の大事な女は笑って死んだんだろ。ならお前も笑ってやらなきゃダメじゃないか。笑えないのか。笑えるはずがないよな。バトルは割とスマートに決着つきそうだしルフィも叫ぶシーン少なそう。見聞色も鍛え切ってる後だしテゾーロの過去も大体察してそう。その代わり、二人とも泣きながら殴り合う痛々しいラストバトルになりそう。でもレッドで歌を救えなかったならこのゴールドはテゾーロは救えそう。どっちも鬱で終わらないだろう。その場合はどういう結末になるだろうね。ラストバトルで殴り合いながら辛い本音を吐き出し終わって、テゾーロが倒れてルフィもギアフィフスの反動で倒れてからどうなるか。なんならこの映画幹部とか仲間たちが争わず黙って見届けてそう。ただの若造でしかなかった自分とは違う、5番目の皇帝と呼ばれているほどのルフィが歌を救えなかった事実にテゾーロは打ちのめされてそう。歌に対してこじらせたオタクであり、ルフィたちに陰ながら期待を抱いていたファンボーイを擁立したからこそ解釈違いにブチ切れてる超面倒くさいオタク。なぜだ、麦わら、彼女の歌声には、世界を救う力があったはずだ、かくいうテゾーロ本人が救われてたって落ち。フィルムゴールドの回想シーンの一言でしか触れられないけど、テゾーロさんの子供の頃の夢が、スターになりたい、だからその部分でもぶっ刺さるんだよねフィルムレッド。だからテゾーロさんと歌の概念がたびたび話題になる。なんでこの歌姫他作品の劇場ボスまで曇らせてんだよ。このテゾーロはルフィが歌を救えなかった理由が知りたいんだろうな。力が足りなかったからなのか、それとも別の理由があるのか、とにかく本心を知りたい。ここで麦わら、本心をぶつけてみろ。テゾーロにはステラと言葉を交わす時間はたくさんあったけど力が足りなくて救えなかった。ルフィには力はあったけど歌と言葉を交わす時間が足りなくて救えなかった。そしてステラも歌も命が救われなくても、心が救われたからそれで十分だと笑って死んだ。辛い。なぜだ麦わら、これほどの力があって、なぜ彼女を救えなかった。まず麦わらの一味の前に初めて登場した時の第一声が、ようこそグラン、テゾーロへ。どうだったかなうちのステージはとか歌に関することをすってきそうだなこのテゾーロさん。財力のあるガチファンテゾーロさんが作った巨大モニターとスピーカーに囲まれたステージで、歌の最後のライブ映像が流れる中で殴り合ってくれ。このテゾーロは世界中の歌の上手い美女をかき集めて、誰の歌がお気に召したかなとかやってきそうでやだ。戦闘中にルフィが気絶して歌の姿が現れて励ます展開ありそう。歌の形をした煙が一瞬浮かび上がるルフィ、背景の黄金にステラの顔が浮かび上がるテゾーロ。この世界線のルフィは自分がどれだけ咎められようがサンジとゾロに、大丈夫だって。だから手出すな、って言いそう。実際出す拳の捻剣かなのにお互いが殴り合わずにはいられないのが辛い概念だな。本当に殴りたいのは、救えなかった自分、なのに相手に自分の胸像を見出しての殴り合いだもんな、この世界線だと。殴ってでも止めなきゃならなかったのに拳を出せなかったのがレッド。出す拳がない喧嘩なのに殴り合うしかなかったのがゴールド、とかいう対比になりそう。ちょっとこの時空のテゾーロさんのレッド本編での動きを妄想したいわね。配信してる歌を見つけて金の卵だと目をつける。ジャルロス星を消しかけてから後で横取りすることで恩を売りつつ天竜人ザマームーブする計画を立てる。ライブ当日に自室で鑑賞してたらまさかの麦わら登場。盛り上がってきたと思いつつ心のどこかで自分とは違う結末になることを期待する。歌による天竜人ボコボコ貼り付けにテンション最高潮になる。なんでだ麦わらー。こじらせてゾーロさんの誕生。この時空のゴールドへ、とか？ことあるごとにルフィに嫌味言ってきそう。力、金がなかったせいでステラを救えなかったと思ってるから力があるのに救えなかったルフィがとにかく気に食わない。グラン、テゾーロのライブパートが異様に長くて。お前は歌が大好きだそうだな麦わら。時間も忘れて聞き入ってしまうくらいに。って慣れ慣れしく肩組んでくるけど目が笑ってないテゾーロ。テゾーロ撃破後の会話、テゾーロ、なあ麦わら、テゾーロ、彼女は、プリンセス歌は、最後にどんな顔してた、ルフィ。笑ってた、テゾーロ。は、そうか。最初は嘲笑う感じで、四皇が二人もいて女一人救えねえとは笑えるよな。
ってやっててほしいけど、途中から、本当に笑えるよなぁ、お前も俺も所詮同じ、女一人救えねえんだよ、って激高してほしい。その直後、テゾーロが素手で殴るけどルフィはノーガードで受け止めてテゾーロを見つめてほしい。このゴールド、いかに序盤でテゾーロさんが歌、とルフィの厄介ファンだということを匂わせて、クライマックスで本音を爆発させるかが肝だと思うのだけど、本来のゴールドより歌手やステージ要素が増えてるグランテゾーロ。プライベートスペースにさりげに置かれてる TD とデンデン虫。ゾロではなくルフィを狙う。ルフィを捕まえるのに使うのが歌と同じ髪型の天使の黄金像。捕まえた後に二人っきりでのネチネチトークタイムがある。よく見るとルフィを拘束してる台の形が歌のロゴマークとそっくり。他にいい感じに適度な匂わせになりそうなネタある？最終決戦は、さあ麦わら。新時代の歌姫プリンセス歌の追悼ライブと行こうじゃないか。のセリフで開幕。伸びるからなんだ、どれだけ伸びようが無意味だ。お前の手は届きやしない。ルフィ、お前は、俺の大嫌いな奴らにそっくりだ。テゾーロ、珍しく意見が合うな。俺もだよ、お前を見てると吐き気がする。互いの傷口に岩塩ぶつけ合ってるようにしか見えない。最初は自分の力の孤児とか歌姫歌がいればどれだけ金を稼げたかって話なのに、途中から自分の子供の頃の夢である、皆に愛される大スター、を体現した歌が失われたことへの慟哭とか、愛する女を守れなかった情けなさへの罵倒とかになるんだよね。思ったけどこれ、決着の際にルフィが叫ぶ言葉は、俺はヒーローでも神様でもねえ。ただの海賊だ、になりそう。テゾーロは、救いたい人を救ってくれる、存在をルフィに押し付けたことになるし、そして、倒れたテゾーロに、だから俺は海賊王になるんだ、と言って背を向けて進んでいく。このフィルムゴールドのサントラには劇中で使われた歌の未公開曲を3曲とボーナストラックとしてビンクスの酒、テゾーロと歌のデュエット、が収録されていそう。テゾーロと歌のデュエットいいな、聞いてみたい。お前は彼女に救われていた、素敵な歌ね。だから助けたかったんだろう、俺が君を買うよ。なのに彼女を納得させようと手段を選んで、汚い金じゃステラは笑ってくれない。もたもたしたせいで間に合わなかった、ステラは天竜人に飼われることになったよ。お前は女一人救えなかった間抜けなんだよ、ステラー。ただでさえ本編で自分とルフィを重ねまくってたテゾーロがこういうことするかと言われればめちゃくちゃする。タイトルはゴールデンレッドになるのかな？いい概念だ。